嗅覚って驚くほど記憶を刺激するね。髪を洗うのが面倒すぎて、いつの間にか復活してた。リンスのいらないメリットを買ったんだけど、使った瞬間、狭いアパートのユニットバスが18歳まで通った銭湯に変わった。ガシガシ髪を洗いながら思わず泣いた。今も髪から漂ってくる香りに涙が出そうになってる。あの頃家族で使っていたシャンプーはメリットじゃなかったはずなのにな。お客さんのメリット率が高かったのか、それとも当時のシャンプーはみんなこれ系統の香りだったのか。銭湯でいつも包まれてた匂いだとありありと思い出した。風呂のない団地の中にある銭湯で、特に女湯はいつも混んでいて芋洗い状態。しょっちゅう父と男湯に行かされた。小学校に入ってからも気にせず男湯に入っていたけど、同級生に会ってその時は普通に遊んだのに、後から急に恥ずかしくなって親にもう男湯には入らないと言った。銭湯の湯温が暑い地域で子供には辛かったけど、それが当たり前だと思ってた。歯を食いしばってそろそろと湯船に入って、入ってしまえば意外と平気で頑張って100数えた。深い湯船と浅い湯船があって、深い方は立ってないと入れなかった。親を待っている間、ゴミ箱からシャンプーの空き容器を漁って水鉄砲にして遊んだ。今は据え置き型の大きなポンプ容器がほとんどだけど、あの頃銭湯にそんなの持ってくる人はいなかった。容器に水を入れてる時もやっぱりこの匂いがした。風呂上がりに必ずラムネやパックジュースを買ってもらえる子が羨ましかった。アイスは50円とかジュースより安いのもあったから、アイスの方が買ってもらえることが多かった。100円のアイスは高根の花だった。番台にはいつもハゲたおじさんがいて、ごくごくたまにこっそりアイスをおごってくれた。年齢が上がっていっても、番台のおじさんは番台のおじさんで、裸を見られようが少しも恥ずかしいとは思わなかった。夏の日に銭湯から出て風呂敷包みを片手に、まだ明るい道を家に帰るとき、涼しい風が吹いてくるとやっぱりこの匂いがしてた。帰りたいわけじゃないけど、懐かしいという言葉では片付けられない、ただただ切ない。